ゲーワ、ブランデスゲーワモリス・公園ブランデスは、デンマークの文学史や批評家である、コッペンハーゲン大学教授、コッペンハーゲンのユダヤ人の家庭に生まれる。生まれた時の生命は、モリス・公園テーヌ、コント、ミルなどの影響を受け、カエサル、シェイクスピア、ボルテール、ゲーテや、同時代の文学についての評論を数多く表し、 19世紀末のヨーロッパを代表する文学史屋であると評価された。1877年から1883年にかけてベルリンに滞在した際、霊やザロメと交際してニーチェの存在を知った。善悪の悲願や道徳の系譜を贈呈されたブランデスは、その思想における禁欲主義や民主主義に対しての件を別紙に高い関心を示し、 貴属的求心主義と評価して、それ以来ニーチェとは、頻繁に文通を行う地域の中となった。ブランデスはニーチェに、キルケゴールの存在を知らせ、ストリンドベリやイップセンに注目するよう示唆している。それがきっかけでニーチェは、ストリンドベリとも文通を始めることになった。1888年4月にブランデスは、コッペンハーゲン大学で、ニーチェに関する数回にわたる公開講義を行い、 ニーチェの名をヨーロッパの知識人たちに広めるのに大きく寄与する役目を果たした。主著19世紀文学史調子がある。吹田純介役で1950年代に一部が草原文庫で刊行された。ありがとうございます。